今回は枝豆の準備をしていこうかなと思います。枝豆好きなんだよね。冷凍の枝豆とかも食べるんだけど、まあ今まで育てたことないんですけど、枝豆なんですけど、このね和製の枝豆だと植え付け時期っていうか種まきの時期かが来て、すぐ種をまいてしまえば、あの収穫した時もねまだ種がまけるみたいで2回作れるみたいですね。で中手種とか晩生種とかになってくると、あの栽培期間が長いのでちょっとそれは無理かなというところみたいです。種まきをしていくんですけど、準備したのが、まあ、枝豆の和製のものですね。ホームセンターでね売ってるものを買ってきたので、特にこの品種にねこだわりがあるっていうわけじゃなくて、まあ和製だったらいいかなっていうことで和製を買ってきました。でビニールポットね、ビニールポットが、まあ、4つぐらいあればいいかな。10株の予定なんですけど、もうちょっと余裕があるので4つ、まあ、全てが全てね芽が出るわけじゃないんで4つぐらい巻いとこうかなと。で1つのポットに4粒ぐらいね巻いとけばいいかなというふうに思います。だから獅子16個だね。多すぎるかな。種まき用の用土なんですけど、今回はねちゃんと種まき用の土っていうのを買ってきました。あのマメ科の植物っていうのは、まあ、栄養が多いせいもあって腐りやすいみたいなので、栄養とかね菌の少ない種まき用の用土を使う方がいいみたいです。あとね今回買ってきたのがダイソーなんですけど、ペーパータオルねを買ってきました。で、ペーパータオルは何に使うのかっていうと、何でしたっけ緑化、種をまいてキッチンペーパーを敷いて土をかぶせることで、あの後でね土を取り除けるんですよね。でそれで、まあ芽が出る頃に土を取り除いて日光にね当ててあげて早く丈夫に育てるっていうことができるみたいです。でしばらく日に当てたらまた土を戻して上にかけてあげて育てるみたいですね。なのでこういうキッチンペーパーを準備しました。ということでね早速準備していきたいんですが、まあ、土をねとりあえず準備しますね。でこんな感じでね種まき用の用土を準備しました。でねどうも先にね水をあげといた方がいいっていうことなんで水をあげます。まあ、後でねたっぷり水あげるとは思うんですけど、ということでね、土をね準備して水をね今土にかけました。じゃあ早速ね種まいていこうと思います。枝豆ってことはさ、多分大豆だよね。なんか緑色の大豆が出てきました。で、1、2、3、4と、これでね、一応種はね、まけたんですけど、普通だったらね、ここで土をかけるんですが、今回はキッチンペーパーを敷いて土をかけていきます。こんな感じでいいみたいです。ということでね、キッチンペーパーを敷いて土をかぶせました。で、水だね。水をかけてあげます。上土乾いてるんでね、水をあげてないので。
で、こんな感じでね、水やりもできました。そしたらね、豆の周りに空間があると水を吸いにくいみたいなので、これをね、しっかり鎮圧してあげるのが大事みたいです。豆科を植えるときは、あんまり水やりはしないでいいらしいんですけど、こういう風にね、鎮圧してあげるっていうのが大事みたいです。多分ふわっとしてる状態じゃ乾きやすいっていうのとか、あとは豆がね、水を吸いにくいっていうのがあるんだと思います。このまま、まあまだね、夜寒い時もあったりするので、まあ夜ね、冷えたりしないところに置いといて、5日ぐらいかな、で芽が出るみたい、芽というか、あの豆からね、芽が出始めるみたいなんで、その時にキッチンペーパーをね、こう溶かして豆にね、火を当ててあげるっていうのがいいみたいです。おはようございます。続きなんですけど、あれからね、5日ほど経ちました。種まきから5日ですね。ちょうど5日で発芽しました。で、発芽したら何をするかっていうと、これね、わざわざ紙を置いたんですけど、キッチンペーパーをね、これで取っちゃいます。そしたらね、こんな感じでね、発芽してますので、発芽というか発根というのかな、今ね、こんな状態で、もともとね、なんか種が緑色になってたんですけど、まあ発芽してみるとね、案外白いですよね。で、これを、まあ、日に当ててね、緑色にしてあげる緑化っていう作業をしていきます。で、緑化した後はね、この紙は戻さずに土を戻してかけてあげる感じですね。ということでね、しばらくちょっと日光にね、当てていきたいと思います。で、あのあとね、数時間ぐらい日に当てて、半日ぐらいかな、日に当てたんですけど、ちょっとね、その後撮影ができなくて、翌日も撮影ができなくてね、日陰には入れてたんですけど、時間がね、少し経ってね、こういう風に伸びてきたのも出てきちゃいました。だけど、数時間当てただけでもね、こういう風にしっかりと緑色になってます。で、まあね、数時間、2、3時間光に当てて緑色になってなくてもね、大事なのは緑色になることではなくて、光に当ててあげることっていうことなので、まああんまりね、色がついてないからっていつまでも光に当てなくても別に大丈夫は大丈夫ですね。今回はね、ちょっと撮影の都合で時間が空いちゃいましたけど、時間が空いたとしてもね、別にこういう風にね、枯れることもなく元気にね、成長していくので、まあそんなにね、急いでどうこうっていうことではないですね。じゃあね、早速ね、作業やっていきたいと思います。作業といっても、単純にね、この元かぶせていた土をかぶせていくだけですね。で、土をかけたらね、今回はちょっと成長してきてね、芽がもう出ちゃってますけど、全然埋まって大丈夫です。で、あとはね、通常通り発芽してくるのを待つというところですね。あとね、次の作業はこのね、豆のところじゃなくて、次の葉っぱが出てきた時に次の作業っていうのをやっていきます。で、今ね、かぶせた土にも乾いてたんで、ちょっと軽く水をあげて、で、まあちょっとね、この辺のゴミとか片付けて、日向にね、出していこうかなと思います。ということでね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。これからもね、ガーデニングとかプラモデルとかミニ四駆とか、いろいろね、趣味の動画アップロードしていきますので、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。